ジェナ・ウェルチ・ブッシュは第43代、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブルー・ブッシュと、その妻、ローラ・ブッシュの次女。暗号名はトーインクル。双子の姉のバーバラと1981年11月25日、テキサス州ダラスで、姉バーバラとの二乱世、ソーセージとして誕生した。ジェナは、母方の非ババのジェナ・ホーキンスから名付けられた。ジェナは、2000年に、 テキサス大学オースティン校に入学し、カッパ・アルファ・テータの特別会員となった。2005年からは、ワシントンの小学校で教鞭を取り、その後は、国連児童基金のインターンとして、中南米、カリブ海地域での勤務を経験した。2009年から、NBC テレビのニュース番組、トゥデイの特派員となることが分かった。ジェナは、在学中の2001年4月29日に、 未成年でありながら、アルコール飲料を所持し、C 級経済を犯した。また、ジェナは、在学中の2001年5月29日に、アルコール飲料を購入するために、偽の ID を使用し、再び C 級経済を犯した。ジェナは、二つの経済に関して、異議を申し立てなかった。2005年大統領就任式のブッシュ家、最前列右のブロンド女性が、ジェナジェナは、 父に2000年の大統領選挙に出馬しないよう頼んだ。曰く、しかしジェナは2003年に翌年の父の大統領選への支援を決意した。ジェナはその年、姉ともにいくつかのメディアに出演し、父の大統領選についてのスピーチをした。またジェナは姉と交互に父の選挙活動に随行し、いくつかの接戦している州をめぐった。さらにジェナは、 姉と共に、防具氏の7ページものインタビューと写真撮影を受けた。メディアは、ブッシュの対立候補ジョン・ケリーの娘アレクサンドラと、バネッサの選挙運動も広範囲に取り上げ、娘たちの戦いとして、人々の関心を煽る要素にした。ジェナは、この選挙期間中、セントルイスで、カメラマンに対し、挑発的に舌を出すをして、問題となった。結婚式に臨むヘンリーとブッシュ家。 右から2番目が、ジェンナ2007年8月15日、ジェナは2004年の大統領選挙で出会ってから交際していたヘンリー・ヘイガーと婚約した。二人の関係が公になったのは2005年11月のホワイトハウスでのチャールズ王太子とカミラ夫人との晩餐に二人が臨席した時だった。ヘイガーはジェナとの婚約をブッシュ大統領に認められた後、メイン州。 アーカディア国立公園のキャディラックマウンテンでジェナにプロポーズした。結婚式は2008年5月10日にテキサス州クロフォードにある大統領所有の牧場で行われた。2013年第一子を出産した。両親にとっては初孫であった。ありがとうございます。